当時って別にバトルイベントはないからなかったっす、うん、ただ98年アメリカで覚醒して日本に帰ってきて防止させてるというか、うん、感服ですね。影響を受けたダンサーとか B-boy っていうのは月並みで申し訳ないんですけど、うんうん、ケン・スウィフト、ケン・スウィフトのビデオってあったじゃないですか、ダック・テイルさんの方で入荷されて、うんうん、いろんなビデオで最新のアメリカのシーン情報を仕入れるというか、でそれでケン・スウィフトのビデオがあって、うん、いくつか回ってきた汚い映像のやつとかで、まあ、見たことはあったんですよ、うんうん、ケン・スウィフトのビデオが出て見て、うんうん、すげーってなって、うん、衝撃やった、衝撃あれは俺もうめちゃくちゃ衝撃やったわ、はい、それまでの 80s のワイルドスタイルとか、うん、あの辺りのスタイルを昇華させたスタイルが最先端、うん、東京ロックステディクルーのフットワークスタイルが日本やったら一番最先端って思ってたんですけど、うん、またそことは違う流れ、オリジネーターの、ね、流れの中で最新の動きがいっぱい入ってて、それはそれは影響を受けましたね。立ち踊りはチノさん、カツさん、ミツさん、あたりのブレイキンで言ったら、うん、そういった東京ロックステディ当時カリスマやった人たちっていう影響は受けつつも、うん、いろんなダンスが好きやったんです、うん、当時サウンドクリームステッパーズが出来たてぐらいの感じもあって、うん、でサウンドクリームステッパーズのビデオとかで、まあ、ビバップのエッセンスとか、うん、アライブ TV ら辺で出てた人たちのダンスのバイブスみたいなとかも、うん、当然もともとストックがあって、うん、まあ、そういうのが後々融合していくんですけど、うん、自分の中で当時の自分のベストバトル、当時って別にバトルイベントはないからなかったっす、うん、ただ98年 BB ボーイの一番最初、その時が、うん、早稲田ブレイカーズとか、うん、フリーズの面々とかが来て、うん、大阪対関東から来た BB ボーイみたいな感じのサイファーになってたりしたり、うんうん、早稲田ブレイカーズの若竹バーサスエアグルーヴクルーニットみたいなサイファーの流れ、うんうん、今思えば、うん、そういうサイファーで 1vs1 バトルモードになったのがあの時が多分一番最初、当然コテンパンにやられるんですけど、若竹さんの方が歴長いし、ネタもめっちゃソリッドでスレッドがもうすでにあのたくさんあった状態で、俺もびっくりしたけどな、もうほんまにバトルなかったからな、 そうですね、いわゆるバトルイベントゼロ、グレークを盛り上げよう、無理からダンススタジオでバトルやってみようっていうカモのダンススタジオでやったスタジオバトルが、まあ、ほぼ大阪初のブレイクバトルやったと思う。そうですね、オーガナイズバトルっていうから、はい、だから DJ ブースもないし、俺がこうやってMD をかけてたぐらいの勢いやからね、サイファー言うてもミックス MD をかけてずっと流してるような状態のもんやったし、はい、でもそれでも東京からそうやってワセブレとかフリーズが来て、大阪エアグルーヴブロンクスみたいな感じでめちゃくちゃ盛り上がったもんね、はい、早稲田ブレイカーズの存在は当然知ってたけど、うんうん、こんなすごいんっていう、確かにもう大阪の子みんなもうびっくりしたもん、いや無理やんっていう、語れへん語れへんっていう感じは当時ありましたね、うん、ジョー君とかもいたじゃないですか、うん、もう今思えば和製リマインドというか、うん、こういう系統があってこういうフリーズとか、うん、こういうネタとか、うん、今ってだいたいネタとか技とか、まあ、シグニチャー持てるかどうかみたいなところの競い合いってあると思うんですけど、うん、系統自体を作ってたというか、うん、ジョー君の開拓したものって0、1にするぐらいの存在、うん、パワーも上手かったし、 いろんなスタイルをめちゃくちゃ組み合わせてた、スタイルとパワーみたいな概念がぐちゃってこう混ざって見せる、しかも割とショートムーブ多いじゃないですか、うん、ショートムーブやけどその一個一個にオリジナリティがある、それまではどんだけトーマス高いかとか、うん、どんだけ回るの早いかみたいなところをやったのが、クリエイティブさとか、うん、かっこよさみたいなところを着眼点にしてるのがすごいなって、どん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 こうフリースタイラーになっていったやん、それになっていったきっかけっていうのは何やったの？まあ根っこにはヒップホップずっと踊っててからブレイキンになったっていう流れもあって、2000年の B-Boy サミットやったんですよ、はい、あーやっぱりね、原田さんが行くって言って、そうや、ね、俺が B-Boy サミット行ったことなかった、一回行きたいと思って、ほんならその話を聞きつけたミット君が、僕も行きたいですって言われて、いや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 、お金あんの？みたいな話もして、なんとかするから連れてってくださいって言って、じゃあ一緒に行こうかってなってな、 B-Boy サミットって言ったら、うん、ビデオでは見たことあったんですよ、うん、AJ1 とか EG ロックがやってるあのやつや、行っ
ったんですけど、うん、b ボーイに関しては、うん、まあ、当然見たことないようなすごい技するやつとか、うん、そういうのは目の当たりにしてはやすっげーなと思ったんですけど、うん、特に影響を強くは受けなかったんですけど、なるほどな。夜にクラブに連れて行ってもらった、うん、ちっちゃいクラブでそのダンサーもいたんですね、うん、で b ボーイじゃなくてヒップホップダンサー、うん、ニュースクールのやつらがいっぱいいて、うん、海外に行ったらゾーンに入っちゃう時ってあるじゃないですか、うん、周りの環境も日本と全然違うし、うん、バイブスが違うからそれに影響を受けてめちゃくちゃ開放的ですね。そうですね、海外のサイファー。そこで僕が繰り出したダンスが、うん、ヒップホップ5ブレイキン5の融合したスタイルみたいなのが勝手に出てきたんですよ、うん、かかってる曲もヒップホップやったし、うん、ヒップホップのノリで立ち踊りしながらフロアにドロップして、そっからブレイキンやけど、うん、なんかすごい音楽とマッチしてるみたいなスタイルをやったらえらい受けたんですよ。どこから受けたんだみたいな、うん、もっと行けみたいな、踊るたんびにみんなワイワイしてくれて、でそれで僕ハッとして、うん、はあこういうのもありなんかみたいな、うん、それまではブレイキンっていう枠内の中で、うん、そのルールにのっとりながら、うん、ダンス力の高さを出していくみたいな、はみ出ても面白いかもしれないっていうのを思って、うん、そこで覚醒したというか、うん、いやあの時はすごかったよ。ニット君、今まで見たことないニット君がいきなり登場して、今まで見たことない踊りいっぱいして受けまくって、もうすごかったんよ。まさにフリースタイルに踊ってるなと思ったから、あもうこの子はこれ B-BOY じゃなくてもうニュースクーラーとして行った方がいいなって俺は思う。その言葉で、うん、覚醒して日本に帰ってからもしばらく会ったんですよ、うん、無敵というか。なるほど。踊るたんびに新たなアイデアとか、うん、新たなフレーバーとか、うん、今まで自分がやったことないことがどんどん出てくるモードに入って、うん、それを一緒にシェアしてたのが、うん、ニューブラックイズムでも一緒にやっていくシゲが影響を受けて、うん、なるほど。でスタイルゴロッと変わるんです。なるほど。シゲは今でこそ変態フリースタイル即興おじさんになってるんですけど、うん、当時は引っ込み思案完璧主義者の本番弱々 b ボーイやったんですよ、ね、これめちゃくちゃ言ってますけど、いやもう決まったことをきっちりやるっていうタイプやった。そうなんですよね。アメリカで覚醒して日本に帰ってきてシゲと練習してシゲが覚醒するっていう。なるほど。覚醒の連鎖がすごいいい連鎖を起こす、はい、ブレイキンをベースにしてるけど、うん、新しいスタイルをどんどん取り込んでいくようなチームを作りたいなと思って、うんうん、できたのがニューブラックイズムでしたね。ニューブラックイズムのメンバーは僕、シゲ、シゲの地元の後輩でもあるアツオ、アツオの後輩でもある、うん、あの魚住勇気っていう、はい、一撃のメンバーでもあるんですけど、はい、4人で始めましたね、うん、スタイルジャンクションで、まあ、ニューブラックイズムが出演するってなって、その時にシンボリズムも出演すると、うん、シンボリズムはその関東の方で少しずつフリースタイル化してきてるぐらいの時期で、うん、当時多分4人、スジ君とヒロシ君とかもいたのかな、うん、DJ タイムです、うん、でサイファーがステージ上でできてて、うん、そこでバトルしたんですよ、うん、タクヤ君、スズノ君かな、うん、2on2 みたいな感じでバトルみたいな感じになったんですけど、うん、お互い出し合って、うん、意気投合じゃないですけど、うん、あ面白いねみたいな、うん、タクヤ君、うん、当時してたイベントで呼んでくれたりとかして、シンボリズムプラスニューブラックイズムみたいな、うん、ユニット一緒にショーした感じ、うん、それでさらにフリースタイル化というか、うん、単にいろんなジャンルをミックスしてるとかじゃなくて、うん、一つの方向性、一つのこう信念とかセンスとか、うん、本当にうまく融合させてるというか、うん、感服です。あー、マジで？そっち？らしいですね。リアル泣きやん、ニット君。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。